にちは。こんにちは。皆さん楽しんでいますか？なんか今日はすっごく混んでいるように見えるけど。そうだね。ここに集まってくれたみんなの中に知恵を使った魔法が上手な人がいるんじゃない？確かに誰かの助けが必要だもんね。さあ時間がもったいないから早速準備しましょう。トランクをどっかに。彼女は何を探してるんだろう。あんたは？私たち山のように宿題が出ているから、みんなで一緒に広々とした外で宿題をすることにしたの。準備万端よ。トランクを開けて宿題用の道具を確認しましょう。ええ。アロハモラ。最初の呪文成功だね。アロハモラは基本呪文集第7章だよね。その通り、基本呪文集第7章。何かの鍵を開ける呪文はアロハモラ。ただし呪文と同じくらい杖の動きが重要なことも忘れないでね。そう、杖の振り方が大切なの。アロハモラの杖の動きは大きな円を描いて、それをまっすぐ半分に割る。ほら、鍵穴みたいでしょ。じゃあ、あなた、次の呪文やってみて。やったー！どの呪文に挑戦しようかな。何かを宙に浮かせるのはどう？いいね。物を宙に浮かせることは魔法使いの最も基本的な技術。何か練習に使えるものは持ってきた？うん、トランクの中にある。ちょっと待って。魔法の発音を忘れないように。そして杖の動きもはっきりと。スウィッシュ、フリック、いいぞ。あとはウィンガーリアン・ラビオス。発音はいいんだけど。ウィンガーリアン・ラビオス。待って待って待って、そんなに振りましたら危ないわ。動きが大きすぎるの。手首を上手に使うのよ。じゃあ優等生の君がやってみせてよ。フラトゥーズ、君がやってみせてよ。さあねえ聞いて、一生懸命練習するのも大事だけど、もっと大切なことは自分を信じること。こう考えてみて。歴史上の偉大な魔法使いも最初は私たちと同じ学生だったの。彼らにできたなら私たちにもできるはず。ウィンガーウィンガーディアム・レビオーサ。ウィンガーディアム・レビオーサ。完璧だわ。スペシャル。それじゃあ実際に魔法をかけてみましょう。1 2 3 Wingardium Leviosa。 見たわ。ねえ、次の呪文は僕が言ってもいい？挑戦したい。すっごい魔法があるんだ。もちろん、やってみせてよ。どんな魔法？この間ミランダこそ僕の基本呪文書読んでいたんだ。そうしたら見つけたんだ、とっても役に立つ呪文。それってエクストリアムス？違うよ。あっ、手加減するから心配無用よ。それじゃあお手並み拝見。ねえねえ、練習中よ。杖を取り上げるのはやめましょう。ここで問題を起こしたくないわ。そんなことより、さっきやろうとしていた呪文の練習をしましょうよ。何の呪文？僕が挑戦したい呪文、火を起こす魔法さ。それは知ってる。呪文はインセンディオでしょ。そう、呪文はインセンディオ。この呪文の注意点が呪文集に書かれてあったよ。確か火を起こす呪文は魔法使いの生活でよく使われており大変便利である。しかしながら杖を一振りするだけで火を起こすその能力は周りの生徒に危害を与える恐れもあり、さらに教科書を燃やしてしまうことさえあるでしょう。よくできました。そうね、火を起こす魔法だから気をつけて使いましょう。あのトーチに火をつけてみない？それいいね。インセンディオは大きな三角形。さあ行くよ。ワン10、3、インセンディオ。うわー、すっげー。今の火の大きさ見た？もっと大きくしよう。
気をつけて。たった今この呪文の危険性について話してたよね。もうやっちゃったよ。ねえ、火を起こす魔法にも挑戦したし、何かすごいことをして最後を飾らない？いいわね。トランクの中に何か使えるものあったかしら。あわあもう。そうね、何が使えるかしら。 あったちょっと、それ僕の食べようと思ってたんだ。じゃあいいわ、リンゴなしでもできるな。カエルチョコを爆発させてみせるわ、コンバートの呪文で。本当にやっちゃうの？ちょっと待ってて。もちろん。行くわよ。ワン、ツー、スリー、ボンバーだ。うわー、すごい。はいはいはい、次は私。もっと大きい爆発を見せてあげるわ。パンプキンジュースを置いて、ボンバーダーマキシマ。変ね、一度も失敗したことないのに。よくできました。わかったわ、全員でやればいいのよ。ここにいるみんなで一緒に。さあやってみましょう。いいアイデアね、挑戦してみましょう。ここにいる全員で一緒に。みんなも強いの準備ができるかい？よかった、今こそみんなの助けが必要だよ。みんな、ボンバーダマキシマの杖の動きは、杖をしっかり握って、まずは左下に下ろす。そしてそのまま、右回りで三角形を描いて、パンプキンジュースに狙いを定める。みんなで一度練習しましょう。杖をしっかり握って、まずは左下に下ろす。そしてそのまま、右回りで三角形を描いて、最後を爆発をイメージして、パンプキンジュースに狙いを定める。いい感じ、もう準備万端ね。3つ数えるから呪文を唱えるのも忘れないでね。大きな声で呪文はボンバーダマキシマ。いくわよ、ワン、ツー、スリー、ボンバーダマキシマ。ありがとう、またお会いできるのを楽しみにしてるわね。この後もホグズミアで楽しい時間を過ごしてください。ホグズミアでたくさん楽しんでくださいね。